日本語コンテ久しぶりに子どもと一緒に行ってます「日本語コンテッペイ」の時間ですね。元気ですか皆さん。今日は「子ども広場」と言わなかった。よかったよかった。えー、今日は日本語がうまい人に共通するたった一つのことについて。はい皆さんこんにちは元気ですか え、僕ですね。僕、僕ですよ。僕です。僕です。<laughs> 僕です,、はい、僕ですじゃない。僕、僕は、えー、鉄平。えー、日本語コンテッペですね。はい。いや、僕が日本語コンテッペというので。皆さん、こんにちは。日本語コンテッペです。というと。また、何人かの人が。あの、コンテッペさん、こんにちは。コンテッペ。コンテッペさんと言い始めますから。 気をつけないといけない。たまにねメッセージをもらいます。コンテッペさん、いつもあのポッドキャストありがとうございます。ね。で僕はあのいやいやコンテッペじゃないですからね。はい。コンはあのスペイン語であの with の意味ね。はい。コン日本語 with テッペですからね。これが日本語コンテッペなんでちょっと分かりにくかったですかね。 でも僕がスペインに住んでいた時にねあのエスパニオール・コン・ホアンというホアン先生のねあのスペイン語のポッドキャストそれにインスパイアされてですね「ホアンさん僕も日本語コン・テペを始めます」ねそう言ってメッセージを送ったら「ね、アニモと言って言ってホアンさんは僕をね応援してくれたんでねで僕は始めました。 そして、まあ、スペイン語ではね、もちろんあの、ホアンさんはとてもとても有名な先生ですけど、まあ、日本語コンテッペも、まあまあですね、あのー、このインディーズとして、まあまあ、よくやってるんじゃないですか。まあ、その、ユーチューバーの先生とかね、他にもあの有名な先生はたくさんいますけどね、あの僕はいいんですよ。はい、僕はいいんです、全然。もう、インディーズ。 こうやってあのアンダーグラウンドサブカルチャーそういう感じです頑張っていきましょうまあまあでも今日はちょっとあのちょっとちょっと自慢したいちょっとあの僕の話僕はすごい <laughs> 僕は結構偉いという話をちょっとだけしたいと思いますちょっとだけねあの半分冗談ですから半分冗談で半分本気。 ね、半分本当で半分嘘えー、っとですねまあ日本語の勉強の仕方はいろいろありますよねいろいろいろな勉強方法がありますね、えー、例えば伝統的なね勉強方法まあ伝統的って言ってもあれですけど、まあ、よくある昔からの勉強方法教科書、はい、ここにあの奥さんの教科書がありますね こういう教科書、日本語の教科書を使って、先生とクラスメイトとね、えー、勉強をは勉強しますよね。これを聞いている皆さんの中でも、そういう勉強をした人をたくさんいますよね、えー、教科書を買って先生と一緒に。じゃあ今日は第1課ね。はい、第2課じゃあ宿題はここですね。って言ってね。次の日、次の週とか次の日に。 宿題やりましたか、ね、じゃあはいじゃああのー、マイケルさんはい1読んでくださいはい次はあのー、ボブさんはい2読んでくださいねそういう感じで進める勉強方法まあ読んだり書いたりするのがほとんどですよね読み書きで読み書きをたくさんの人がたくさんするので僕は やっぱり聞いたり話したりすることも大事ですよっていうことを今までずっと言ってきました。たまにそれをちょっとこう勘違いして、まあもしくは誤解して誤解して、鉄平はあなんか聞いたり話したりすることが一番大事で、あの読んだり書いたりする必要がないと言ってる、まあ、そういう誤解をする人がいるんですよ。 僕が言ってるのはそうじゃなくて僕が言ってるのは読んだり聞いたりする読んだり書いたりすることももちろん大事だけどもし日本語のねこの4つのインプットアウトプットこの4つのスキルを、えー、まあ円グラフみたいにするとね円にするとやっぱり 25%25%25%25% 25 25 25じゃないでしょ。ほとんどの人は大学のコースとかねそういう日本語学校とかで。 たくさんのリーディングとたくさんのライティング、まあ、漢字を書いたりねそういうのをたくさんしましたよねにもかかわらずスピーキングは多分5%とか、えー、リスニングも多分10%とか100%のうちの今まで勉強してきた中でね、えー、それを全部が100%だとするとスピーキングなんて本当ひどい人は2%とかね1%ぐらいしかしてなくて他はほとんどリーディング。 そそしてライティング、うういい人が多いですよね。だから今までの勉強と合わせてこのトータルでバランスを取るためにリスニングとスピーキングはもっとやった方がいいですよっていう話をポッドキャストで何回も何回もしてきたんですね。であと日本語勉強をたくさんたくさんたくさんした人がいるけどあの日本語は上手い人と 会話ですね会話が上手い人とまあまあまあの人がいますよね。で、まあ、会話が上手いということはほとんどの人はリーディングも結構上手いんですけど、まあ、日本語は上手いと言いましょう。ね、日本語は上手いい人人とまままあまあの人がいますよね例えば5年間勉強したけど、えー、日本語がまあまあの人もいるし3年しか勉強してないけど結構話せる人もいます。ね、僕の奥さんんは結構長く勉強してるんですけど やっぱり、そうですね、僕の生徒さんよりは日本語はうまくない。でその違いは何かなと考えていたんですね。僕の生徒さんと僕の奥さんの違いは何なのかな僕の生徒さんと奥さんの違いピーンそこでピーンときました。 はい、だから今日の、あのー、タイトルですね日本語学習者じゃなくて日本語がうまい人に共通する一つのこと一つの特徴一つのことは何だもしね僕はあのインタビューインタビューでね CNN N のインタビュー <laughs> なぜ CNN N かわからないまあでも誰かからね先生哲平さん日本語が上手くなる。 日本語が上手くなった人の一つの特徴は何ですかと聞かれたら僕はこう答えます。それは日本語コンテッペを聞いているか聞いていないかそれだけです。ダーン、まあ、自分で言うとちょっと恥ずかしいですよね。自分で言うのは変ですけど、でもこれはね多分事実なんですね。まあ少なくとも僕の生徒さんはほとんどの人がまあ日本語コンテッペを聞いてくれている。 ね、もしくくはかかつてててなり聞いてくれていたまあ今でも聞いてくれている人はたくさんいますほとんどの人がそうだと思うそしてまあリスナーの人たちもたくさん聞いているだからまあライブとかで話してもまあまあそれはライティングですけどまあでも上手い人が多い日本語が上手な人がとても多いでまあ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 奥さんのことはねまああの人っ 一人の人ですけどまあこれはいわゆる例ですよねこう伝統的な勉強方法をやっている人、ねえー、でも何かこうやっぱりレギュラーインプットそのリスニングの毎日の,そのたくさんのリスニングがやっぱりない人は自然な日本語が出てこないなかなか。 あの、もちろん奥さんは頑張ってるし、あのそういう奥さんみたいな人はたくさんいると思います。頑張って話あの話してる人はたくさんいると。思うだけど、やっぱりこう。日本語コンテペイを聞いているか聞いていないか。これは大きいはい。大きい違いがあります、まあ。奥さんに聞いてもらうのはちょっと恥ずかしいんで。あの？ 聞かない方が聞いて他ののりこさんのポッドキャストとかを聞いてほしいですけどね。はい。僕のポッドキャストはあの僕の家族には聞いてほしくないんですね。はい。もちろん僕の両親とかも絶対聞いてほしくない。絶対。友達も僕の友達で僕のポッドキャストを知ってる人はいないです。これシークレットです。はい。シークレットプロジェクトですよ。僕の周りの人とか全然知らない。 たまにね子供が保育園でね「日本語コンテッペイ!」とか言うんであの先生とかはね「え何それ?」って感じでしょうけど <laughs> でも先生はね「何言ってんの?」みたいな感じでしょ「日本語コンテッペイ子供と一緒に行ってます」とか,なんか言ってるんであの他の同級生とかはね「え何何それ?」ね、でもあのよくわからないこれはあのシークレットです誰も知らない 多分ほとんどの99.999999% 99 99 99の日本人は知らないプロジェクトそれが日本語コンテッペプロジェクト、ね、皆さんは知ってます皆さんは聞いてますでも99.99999% 99 99 99 99の日本人は知らないプロジェクトもっとかな99.99999 99 99 99 99 99本当にあの多分僕とのりこさんしか知らないと思いますはい 日本語コンテッペの存在を知っている日本人は僕とのりこさんだけそして日本に住んでいる日本人は僕だけはい日本語コンテッペって何って感じですからねだけどインディードね本当にそのまあ実はですね効果的な勉強方法なんですねやっぱり日本語コンテッペを まあ、ビギナーと普通のこのチャンネルと合わせるともう1,000回以上ですからね何十時間もう合計で何十時間あるかわからないもう100時間以上あるかもしれないそれを聞き続けている人たちそして何度も何度も聞いている人たちのこの本当に大きいボキャブラリーの数ね えー、文法いろいろな文法いろいろなボキャブラリーあとは考え方こういうのがすべてこのポッドキャストには入っていますもしかしたら最近ね聞き始めた人がいるかもしれないその人にね言うと、えー、今ままでのアーカイブ全全部部ありますから全部聞いいてください、まあ、最初の方ちょっと実は恥ずかしいんですけど全部全部全部聞いてください そうすれば必ず驚かれます驚かれる誰に、えー、ネイティブスピーカー日本人ですねある生徒さんが日本に旅行に行った時に、まあ、結構昔、えー、何年も前多分5年ぐらい前に日本に旅行に行った時に、まあ、出会った日本人の人、まあ、今はなんかちょっとメールをたまにしたりとかねそういう人友達とこの前久しぶりにスカイプで 話をししたらしいんでですすよねね元気ですかっって言って言、ね「今日はちょっと日本語で話しませんか?」って言って今までずっと英語で話してたからねそうするとその人はびっくりしたらしいんですよね「えどうしてそんなに日本語が上手くなってんの?」みたいな「え上うまい何日本に留学したの?」みたいな「日本に住んでるの?」みたいなもうそれぐらい思うぐらい彼の日本語はすごく 自然だった、ね、自然でしょうそれはだって僕は毎週毎週毎週あの1週間2回も3回も話してますからね驚かれた、はい、そしてそのどうしてじゃあそんなに日本語が上手くなったかもう日本語コンテッペを毎日聞いているからそして毎日話してる毎週何回も話してはい やっぱたくさんのインプット、たくさんのリスニングとたくさんのスピーキングをすれば、はあね、えうまあね上手くなりますよ。で、その自分がどれぐらい上手くなったかというのはね、あのなかなか実感できません。多分僕の生徒さんたちも自分がどれぐらい日本語は上手くなっているかわからないと思う。いつも僕とだけ話してるから。もしその人たちが僕以外の日本人と会話をすれば。 すぐにそれを実感することができます多分その人はすぐに言いますえ日本語うまいですねどうやって勉強したんですか、うん、そして彼彼女は言うでしょういや実は日本語コンテッペイを聞いてテッペイさんと話をして、うん、僕はそれがもう本当に自慢ですよ自慢 何が自慢かっていうと自分がやったことじゃない自分がやっていることによって誰かがそんなに、あのー、上達してくれる、あのー、日本がうまくなった、あのー、自分がやっていることで自分がやっていることが誰かをそんなに助けた、ね、たくさん助けた、ね、たくさん役に立ったそれは本当に 自慢していいいんじゃないですかもちろん素晴らしいのはそれを聞き続けたポッドキャストを聞き続けてた聞き続けた人だしあの勉強し続けた生徒さんたちですよ、ね、僕じゃない僕は少しお手伝いをしただけでしょうでも少しの手伝いがその人の役に立てばそれは自慢していいですよねだから今日は自慢することにしましたいいでしょすごいでしょ 日本語がとても上手な人たちその中のたくさんの人たちは日本語コンテッペを聞いているこれが事実ですもちろん聞いてない人でも日本語が上手な人もいますよいるけどねえー、聞いた人に比べると自然じゃないそれだけは言えますねなんか自然じゃない、ね、なんかちょっと自然じゃない、はい、あとあのもちろんあの 日本語にはね、男性と女性の話し方がちょっと違うという特徴がありますよね。で、実はその男の人のポッドキャスト、結構少ないですよね。何人かいますけど、あの女の人がたくさんいますよね。ポッドキャストもそうだし、youtube の先生もそうだし、あの多分たくさんの人にとって日本語の先生は女の人だと思います。 だからあの特に男の人に多いんですけど結構日本語は上手くてもちょっと話し方がいわゆる男の人の日本語としてはちょっと女女っっぽぽすすぎぎるるの人人いい話し方すぎる人が結構多いです外国人のね例えばアメリカ人の男の人で日本語はかなり上手なんですけどなんかちょっと女っぽい 女性っぽい話し方すぎる。それがしかもあのその意識してですね、女性っぽい話し方をしたくて話している場合はいいんですけど、そういうつもりじゃなくて、えー、気がつかない間に女性っぽい話し方になっているケースがかなり多いです。それはやっぱりあの男の日本人のね、男の人の男の日本語を十分聞いてないから、はい。 多分もしかしたら結婚しててその奥さんとねいつも話してるかもしれないでもその奥さん日本人の奥さんの日本語が少しずつ影響しますよねでその日本人の奥さんの英語はあ日本語はもちろんあの女性の話し方なんで少しずつその人の、えー、日本語も女性っぽくなるもちろんそれは問題じゃないですよ問題じゃないけどあのやっぱりそういう人こそね日本語コンテペみたいな え男性日本人の男性が話している、えー、ポッドキャストや、まあ、YouTube とかそういうのをも,もっともっとたくさんインプットした方がいいと思います。とにかくどんなレベルの人であれ日本語のテンペを聞くことは効果的です効果がありますなのでまあ皆さんの友達で、あのー、日本語をもっともっと自然にね話したいという人がいたら教えてあげてくださいあ教えなくていいやっぱり教えないでください 教えてはいけないあのこれはもうシークレットミッションシークレットプロジェクトですからね知る人ぞ知る、ね、知る人ぞ知るプロジェクトもう皆さんと僕だけの秘密のプロジェクト秘密がいいでしょ秘密の合引きねオフィシャルで恋人になるとちょっとドキドキしなくなるでしょだから僕たちは秘密の恋人恋人じゃないな秘密のポッドキャスト、ね、そういうふうにしておきましょう ドキドキはいつまでもねいつまでもドキドキしていたいでしょだからあんまりオープンにするのはやめましょう <laughs> 気持ち悪い言い方ですねモグロ副像ですそれでは皆さんまた心の隙間どんどん埋めていきましょうねまたチャオチャオアスタルイゴまたねまたねまたね